バルト695Cリバーレに乗っておりますが、今はですね普通に、一番通常な、いわゆるコンフォートモードみたいなところで乗っております。こちらですねスポーツモードがあるんですけども、このスポーツスイッチを押すと、インパネも赤くなるんですけれども、すんごいトルク感が増します。ステアリングの重さもこうずしっとちょっとくるんですね。じわっと切り込めるようなところで、コーナーがですねすごい軽快なんですね。これ FF なんですけれども、本当にこうちっちゃい塊が塊感でクイックイあのコーナーも走っていけるみたいな、なんかねそういう本当にこう鼻先がすんなり入って気持ちよく走れるっていう、コーナリングもそんな印象です。でちっちゃいのになんかすごくねこう踏ん張り感もありますね。実はですね私もこのワインディングを走ってみて、なんかこう見かけ倒しじゃないというか、むしろあの意表をつくというか、すごく気持ちよく走れるんですね。で、すごくコンパクトなボディなんですけれども、1.4 リッターターボで、これ通常このモードで230ニュートンで、スポーツスイッチを押すと250ニュートンまでぐんとこうトルクが上がると。でタイヤもですねミシュランのパイロットスポーツ履いていて、スポーツタイヤ履いてるんですね。ガンガン走るようなスポーツカーではないですけれども、こういうワインディングもすごくこうちゃんと操る楽しみを持ってる車っていうところが、単にねその内外装のおしゃれさだけで売ってるんじゃないぞというのを改めて実感しました。実はですねリーバというラグジュアリーボートメーカー、イタリアの老舗ボートメーカーなんですけれども、このリーバ社とのコラボレーションでできたのがこのリバーレという車なんですね。でまず外観ですけども、まあ一目見てとってもおしゃれです。でこれ 695C はトップが開くんですけれども、濃紺ですね、紺と、グレーのボディカラー、そこにですね綺麗なライトブルーのラインが入っていて非常におしゃれです。インテリアですけれども、こちらですねまず目に飛び込んでくるのが、ダッシュパネルですね。これこそまさに本当のボートを思い起こさせるようなウッドパネルになっています。そしてですねリーバの文字も入っていますけれども、でさらにもうなんかおしゃれだなと思わせるのが、このステアリングのトップにも同じですね、そのウッドパネルと同じこうマホガニ製のがちょこっと入ってるんですね。であとそのドアを開けた時のサイドシールもやはりこのウッドがあしらわれているということで、本当にね内外装ともにさすがイタリアおしゃれだなと思わせます。で日本人の発想だとこうなんかねコンパクトだから安いとか、なんか高級車から、まあ、ラグジュアリーな高級車とか、なんかもうそういう固定概念あるんですけども、これだけコンパクトな車に、このラグジュアリー感を出すというね、その発想がなんかさすがだなって、こうすごく素敵でおしゃれな車だと思います。